ヨハンクリストフ・グーツ・ムーツ・クエドリンブルクにあるグーツ、ムーツの聖火聖火のそばにあるグーツ・ムーツの記念碑。ヨハンクリストフ・グーツ・ムーツは、ゲーテ時代の著名なドイツの教育学者で、体操の創始者の一人。彼の名字は、ガッツ・ムースという表記が用いられることもある。クベードリンブルクに生まれた。ハレ大学で進学を学び、その後、学生時代からすでに手がけていたことであったが、 地理学者、カール・リッターの両親の家で、後の著名な地理学者の家庭教師になった。その後、1785年クリスティアン・ゴット・ヒルフ、ザルツマンにより創設されたシュネッペンタールの学校を訪ね、そこで体操と地理の教師として1837年まで、そこで教鞭を取った。1797年以降は、イーベンハインに住み、 そこで1839年5月21日、亡くなった。グーツムーツは、特に青少年の規律正しい身体教育という思想を導入し、ザルツマンにより、シュネッペンタールにもたらされた、デッサウのヨハン・ベルンハルト・バゼドから始まる、反愛派の考え方を拠りどころにして、広い運動場を作り、また体操の最初の教科書ともなった、青少年のための体育を執筆した。 当時、ナポレオン戦争を目前とした政治状況ということもあり、フリードリヒルートヴィヒヤーンのドイツ体操によってルフされた国を守ることのできる能力という思想とともに、彼が書いた祖国のコラのための体操の本も広く読まれた。それからの一般向けの抜粋本が体操の Q&A である。この著作の本意として執筆された体と心の鍛錬と回復のための運動では、 ドイツ語圏では初めてという野球のルールの説明が見られる。その他、彼には水泳の小教科書などがある。さらに、青少年や成人のための規則正しい余暇活動、都市部や田舎の学校のための基本書を執筆し、1800年から1820年にかけては、教育学、学校制度とドイツの全教育文献のための文庫、題するシリーズ。 その他を編纂している。彼の地理学ハンドブックからは、抜粋により長く人気のあった地理の教科書が作られ、また、地理化授業の方法論の試みでは、彼は方法論的に遂行を重ねた地理の授業を展開してみせた。なお、最新世界地理全ハンドブックの19巻、20巻では、彼は南米諸国について執筆。ドイツの国土と人では、 彼はその第一部でドイツの国について執筆した。グーツムーツは地理学者としてその教え子カール・リッターに多大な影響を与えた。クエドリンブルクのギムナジウムは彼の名にちなんでグーツムーツギムナジウムと名付けられている。屋内体育館、サッカー場なども備わっている。ありがとうございます。